ジョンリス・デイビスは、ウェールズ出身の俳優。両親は、ウェールズ出身で、本人も、ウェールズのアンマン・フォードで生まれる。イースト・アングリア大学と、王立演劇学校で学び、テレビシリーズに出演し、知られるようになる。スター・トレックにも出演したことがある。インディ・ジョーンズシリーズのサラー役や、ロード・オブ・ザ・リングシリーズのギムリ役で有名。身長185センチメートルという大柄な、 体格を活かして悪役や主人公の参謀役をこなすことが多い。ロード・オブ・ザ・リングではドワーフのギムリ役で120センチメートルの小人を演じた。デイビスはギムリ役のメイクで付け髭を施すためにトレードマークで生やしていた髭を全て剃り落として役に臨み、メイクアップには毎回5時間を費やしたという。当初はハリー・ポッターシリーズのハグリッド役として候補に、 上がっていた。ジョン・リース・デイビーズ。BBC ・ウェールズ・アーツ。2010年12月18日。閲覧。プッティング・オミノファード。オン・ザ・マップ。サウス・ウェールズ・ガーディアン。オリジナルの2007年9月27日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20070927092328/http://archive.so u t w a l e s g u r d i n c o u k 2 0 0 3 4 3 1 1 2 6 9 h t m l 18日閲覧。h t t p ススララッッシュ a r c h i v e s o u t h w a l e s g u a r d i a n c o u k スラッシュ2003スラッシュ4スラッシュ30スラッシュ 11269.html ありがとうございます。